しておめでとうございます。こだまんでございます。おめでとうございます。響きでございますが、ありがとう、本当にようこそお越しをいただきました。わざわざ来てくれんでもよかったんや。電話したら家まで行きまんねんよ。そう言いなさんな、もったいないよ、ほんまにな、ね、ほんまに。そやけどね、年末にあの冷蔵庫の掃除やっとったんや。ほんならね、嫁やんがだいぶと前に飲み残したワインが出てきよってね、そこの3センチぐらいだけ残っとんねん。捨てたらいいやん、そんなもったいないから、お前飲めたら嫁やんそんな古いワインいやんよね、うん、しゃーな、あのわし飲むわって飲んだらあかんな。もうすっパーって酸っぱって飲まれへんな、これそんな状態やな。なんでこない酸っぱいかな思ったら、よう見たらお前ポン酢飲んどったんや。え、そんなんよう見たら分からへんの。分からへんねえ。ボケとったん。ボケとんねえ。情けないな、そやけど。情けないねえ。お前何言うてんねん。分からへん。わけわかれへんよ、あんただけそれ言ってんの。ほんでまた年末のうちのおかんがスーパーについてこい言ったけど、おばちゃんよう喋んな、喋りやで、ほんまに。お前が言うな。ほらすごいわ。おお、スーパー行きしゃん、知らん、知ってるおばちゃんおったら、まあね、いや奥さんどこ行かはんの。どこでもええやないかい。まあ聞くわね。風邪ひかったん気ぃつけなかんの。喋るだけ喋って、スーパー行ったら、まあ、大根や野菜とか見て、またその大根に喋るよな。え、なんでこない大根が高いねんな、お前。ただんだこんな高かったら食べれませんよ。大根にパチキーとね。何すんねやろ。そんでも終わりたいな。外出たら犬見つけて、犬に、いや、あんたどこの犬。この犬見え、いい犬やな、あんた日本の犬ちゃうな、あんた。絶対外国の犬やろ、あんた。いい犬やな、はよ帰り。犬でも喋るわ。なんであらよう喋んねやろ、お前な。そうそう、まあ口から先に生まれたやつや。そんなやつおらへんやろ。口から先生まれるだよ。いや、ようしゃべる人に隣に病院へ大生まれますよ。口が先に生まれましたね。残りは明日ですわ。そんなことあるかいな。ようしゃべる人いうことで、おばちゃんもわからんけど、若い人のファッションもわからんな。今はね、この前見たよ、ジーパンの上からね、スカート履いとんねや。そうそうそう、ね、あれら見たらね、お前どっち履きたいねや、おい。本当に足りんな。嫁はね、あれ見てみ、ジーパンの上スカート履いたらぶっさいかないやったら、嫁は何言うたの、あれが若い人が今流行ってんねや。あんたもちょっとぐらいマネし、カセネギやマネし言われて、そう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 、おな、俺もやったろわやで、靴の上から靴下履いたで、それがまたかっこいいやつが出てきましたよ、これが。嘘みたいな話やな。嘘やな。当たり前やろ、お前靴の上から靴下履いたら単なるアホやないよ。いや、でも言い出すね、お前ファッションってわかりませんよ。大阪駅で恥かいた話あんねんけど、聞く。何を言ってるか。本当に喋りなさい、あなた。大阪駅でね、あのジェイソルカードみたいな売ってんねんな、3000円で使いましたよ。 あれ便利やで、わーって自動改札で勝手に開いていけるからね。そう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 、小銭いらんねや。どうぞ。おいえなーみたいな買いまして、その日は良かったよ、うん、あくる日やがな、うん、家でバッと通らんかったらピンポーンって閉まるよ、ね、なんやこれ、おかしいな、昨日うまいこと言ったのに、また入れたらまたピンポーンって閉まるよ、ね、なんでやん、駅員さんと思って、これね、昨日うまいこと言ったのに今日あきまへんはどないなってまんねや。そう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 、駅員さんはこれでは通れまへんな、よから、よう見たら俺歯医者の診察券映像で、えらい恥かいたぞこれは。恥ずかしい、恥ずかしかったな、これ。そんな言うたら、私もね、一回飲みに行ってね、あんなボトルカード、すみませんけど、ボトル出してください言うたら、向こうの人は、え、これでは出まへんで言うたら、テレフォンカード出すのアホやろ。そんなやつおらへんよ。いやいや、そんなあるかな。普通お前飲みに行ってやな、僕はカード間違ってめえで、あ、ヒビリさんでしたの、知ってます、知ってます、ヒビリさんのボトルはこれですってポンと出さはるやねんか、まあ、それが芸能人やねんか、おめ、まあ、人気のない漫才師やな。これ出してもらわなあかん、おめ、いやいや、そうやねん、テレフォンカード出したんかや、もうあの時びっくりした、テレフォンカード出したんかや、あ、そう、恥ずかしかった、間違ってテレフォンカード出さはったん、そうそう、ちょっと恥ずかしかったですけどね、おもろいやないかい、腕上げたな。テレフォンカード、ボトルカード、マジコで出さはずがありえないわ。ありますよ。どこで考えたんや。あらへんさ。えらいタクシーの中で黙っとんな思ったら、これを考えとったんや。そんな溺れ方言われたら、お前、焦るな、おい。なんでやねん。焦るで、お前。そんな経験あるでしょ。健康ランドの話、聞く。聞くな、お前は。健康ランドできたよ、一応近所で駐車場、仙台の車が止めれんねん、ロープの日行ったんや、チラシ持って行った、半額やるから、ああ家族みんなで車乗って行って止めて、うん、長いとお風呂入ってね、マッサージしてもって、うん、ああ、ええなあ、モディ嬉しいしたなあって、うん、さあみんなで帰ると思って出たんや、うん、仙台から車止まっとんねん、どこに止めたか分かれへんねん、これは。
車俺どこに止めたら分からへんねん、家族みんなバタバタで探せって、まあ探してやっと見つけた思ったら今度家族がどこ行ったら分からへんねん疲れに行ったよなもんや、お前よ。それな、でもね、それよう私一回ね、ホテルね、ホテル泊まって、で夜中ジュース飲みたなって、その外へ出て、これがジュース買うてから、帰るときに、あれ部屋どこやったかなと忘れることあるやろ。そら、アホやで。部屋あらへん、そんな。ホテルで自分の部屋分からへんってなんや、お前は。そら、そらジュース買いに行かんでも部屋の中に冷蔵庫があるじゃないか。冷蔵庫なかったんや。ないの。ないぐらい安物のビジネスに泊まってんや、お前。人気のない漫才師や。たまたまそういう時もあるやないか。分かれへんかったら自分の部屋が分かれへんなおったら、部屋出たらすぐに廊下に赤いマジックで線引っ張って歩いたやないか。ほんでその通り帰ってきたら自分の部屋やないか。ちょっと待って、分かりやすいやん。ちょっと待っててよお前。何やねん、赤い線、そんな怒られるやろうや。それが赤かったら部屋出たらな、アンパン買うてきてアンパンの端をちょっとずつ放っていくねん。で帰りちゃんそれを食べ持って帰ってきたら自分の部屋やないか。ちょっと待って、そんなもん何言う、おかしいやろそれ。おかしかったら笑わんがや。笑われるやないかよ。笑われる商売やないや。アホや思われるもんな。アホや思ったら自分の部屋分からへんねんから、じゃあパン屋行ってアンパン買うてこんかいや。パン屋行ってくるわ。そらアホやで。いっぱいのお客さんですが、はい、本当にようこそお越しをいただきました。もうわざわざ来てくれんでもよかったね電話したら家まで行きまんねや。嘘つきや、お前でもね、ありがたいことでございますが、すごいすまいんで。でもね、あのやりやすい、やりにくいっちゅうのありますよね。そりゃそうやわな。漫才の最中によう喋る人がいてましたね。かなんなこれが、後ろはよろしいけどね、前のこの辺でごちゃ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 喋るでしょ。ほな話してんのは聞こえますね。そうやな、その話こっちじーっと聞いてましたろ、ね、ほな向こうの話の方がおもろい時ありますよキャスルやとるさかい、負けてるやないかね。まあ年末年始はどこ行ってもうまいんですわ。本当です。ねえ、お前初売りとかやってるさかい、ちょっと行ってみようで。車乗って行ったんが間違いや。駐車場満員や。それはいいわ。本当に30分から1時間ぐらい待たなあかんねん。俺それでも1時間で待ってんのにね、車が1台も出て行きよれへんねん。これうわおかしいな、なんでこない出て行けへんのかな思て、よう見たらお前中古車センターやったんやあほちゃうかお前。読みの分からんの。分からへんねや。ボケとった。ボケとんねや。情けないな。情けないねや。お前何言うてんねん。分からへん。おわけ分からんけどもね。だけやそんな言うてんの。あれ年々お年寄りが元気ならはるね。その通り、去年ね、コンピュラさん、四国のコンピュラさん行ってきましたよ。おーおー、階段が約800段ぐらいありまんね。あるんやがな。おじいちゃんおばあちゃんがあの800段ブワー上がってきてるわ。すごいよあれ。すごいパワーやでほんまに。そうです。でも頂上のところで見とったらね、あと10段ぐらいでおばあさんが上まで来るなと思った時に、やっぱお年のせいがね、心臓ショックみたいなのがあって、うわっならはって、お年寄り、おーと思ったらおばあさんそこにすがみ込んだら、どん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 と6段ぐらい落ちはって。落ちた時のショックでまたそれが治ってしまったよ。また元気に上まで登っていきよてん。年寄り元気やでさ。なんか嘘みたいな。嘘やがな。すいませんわ。なんぼ元気でもそんな元気なおばんおるかよ。でも分かりゃんよ。あんなこといいね。この頃元気な人多いですからね。おばちゃんもすごいわな。うちらのおかなかのせいやがな。物をね、ほらんようになったわ。この間お土産でな、岩のりのもらえよって。こんな食べとったらなくなるわ。瓶の周りについとるだけや。もう掘ったらええのに掘らんがな。瓶の中に指突っ込んどいて、ブエー回しよ。指についたやつ、ブエー食べて。これで掘るやろな、また瓶の中にお前茶入れとんねん、おい。混ぜといて、ブエー。ええ瓶やな、残しとこうか、って残してもしゃあないわ。あ、そう。何を考えてんだよ、お前。いいもんやな。私もよね、変な癖がありましてね。腕に用す、輪ゴムをする癖がありまんね。2、3本やったらええけどね、10本ほど知らん間に溜まってやな。手に血がかゆまんとこないし、痛い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 ってのはようあるやろ。そら、アホやで。いやいやいや。アホや。よくありますよね、これ血が通わんと。こんなが手にお前10分割れやったら血止まってもらう当たり前やお前。そうそう、知らん。手でよかったらお前首にしたら死んどるやねん。まだまだ運を持っとんだよおい。いやいや、首にしたらあかんでお前。首には誰もせんやろ。いや分かれへんが、そこまでいたするかもしれんがなお前。そんなバカ違うから。おでんの厚揚げは怖いな。怖いね。外冷たいけど中熱いね。知らんと食べたらなんか熱い出汁が出てうわ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 、こんな時でも喋るで、おこれ熱いなおい。
喋らんでええねんお前な。あのな、そうだしねや、うどん好き食べる時もそうですやんか、ズルズルと食べとったら二三本ポンと落ちて、どんだしが顔にあたたたたたたってのかかるとことあるやろ。そらアホやで。いやいや、そんなもんお前顔にかけて、だし顔にかけてね、いや、かかってしまうことあるわね。お前普通はうどんとだしと一緒にご飯食べるもんやねん。そうそう、お前どこな、さっきだしを顔にかけはんのかい。いただきます。おいしいなこれ。もうあ、そうなんや、えらい食べ方やなお前は。違うがな、普通に食べたらいいねお前。知らん間にピチャピチャとかことあるがなお前。たこ焼きは怖いな。怖いね。この間10個入り食おうて、1個食べたらタコ入っとれん、あと半分にみんな割っていたらもう1個入ってない出てきて、10個のうち2個もタコ入ってない。おかしいな話やこれ。それ細かい。いやほんまやで、おかしいやねん。そら言うたらないけどね、私卵のね10個入り買うて帰って、家帰ったら3つほど割れてるちのあるやろ。そらアホやで。買うとき見やなあかんやろ、割れてんのかなって見やなあかんやろ。いやそら見たやろ誰でも。ああ見てるがな私かて。 見たらなんで割れてん、割れてなかったんや。ああそう、家帰ったら割れとった3つほど。そらね、途中でこけとんねやね。こけてんねや、こけてんねや、間違いないや、こけてんねや、こけたこけた、間違いないで、こけてんねんて、間違いないや、こけてんねん。子供やお年寄りちゃうんやから。こけてんねんて、それは。こけたら怪我するとかなんとかあるやろや。忘れてんねんて。こけてんねん、当たり前やろ。いや、そう、こんな痛い。お前スーパーで卵買うた時どうやって。何や。割れてなかったやろ。割れてなかったや。店員さんがお前別にかっこよくしへんやろ。そのまま持って帰ったやないかい。家まで持って帰ったやん。そうそう。そんな家で見たら割れてた。そうや。スーパーは割れてない、家では割れてたやん。そうそう。こけとんねんやないかい。何考えたのお前は。お前誰がこんな年でこけるやつ。おせち料理は飽きたな。お前何言うてんの。あれなんだね、毎年一緒やねやな。なんでなんだ。今日でもあれな、ごまめいの田作り言う人もおるけども、小さいじゃこ砂糖で絡めて抱いてやる、あれ食べようなもうカチコチや。あれあそうかい。ゾウニバシでぐーっと押さえたら5、6個がボロッと取れた拍子に、うん、箸が一緒に折れやがんねん。おい、別の美味しないもんやだね。もうやめたらいいな、冬中な。正月言ったら飽きたわあれ。正月言ったらようやらはんのはね、和服着て、まあ、服着て、あの着物着てや、うん、であの下駄履いて、うん、で初詣行きはるやんか。あんなもういらんのにな。そんなやつおらへんやろ。いや、ようあるわな、お前初詣行ってやな。いらんがな、おせちやな。そうそう、もう飽きたなっちゅう話やな。分かるわな。で、下駄履いてやね。おせちやねえ。おせち飽きてきたなっちゅう話してんねやな。分かるけどな、下駄履いて。おせちやねえ。おせち飽きてきたなっちゅう話やろ。下駄もおせちも一緒やろ。そりゃ別々のもんやな。ほな、お前何が、お前どこ何が、お重ガーッと開けたら中から下駄が出てくるの。そんなもん食べられんよお前は。言うとろ違うわ。初詣行く、こうやって着物着てお前重箱入ってこないだお前。そんなお前恥ずかしいやろお前。いや違う、分かってんねんけどな。そんな無茶言うたらなんだ、往生しますよ。やめなしてもらうわ。うんともすんとも言えねん俺が。電池がなかったんか。よう見たらテレビのリモコンが。いやほんまやねん。こういうね、間違いなら一回とか誰でもある話やこれが。そんな言うたらね、私もこの間ありましたわ。お前はない。いや、たたあっても言うね。今の分からへんかな。聞きたないわ。西田敏行さん、ええ人やな。西田敏行さん、ええ人やね。お前俳優さんのね、京都の新幹線のホームでばったりお会いしましたよ。あ、前ね、釣りバカ西に出してもらいました。そうなん出たんですよ、私は。そんな面識があったから、どうもこうただでそう言ったら、いや久しぶりやなって話になって、うん、また釣りバカ出してくださいよ、あれから一回も出てませんよ言ったら、分かりました、じゃあまた言うときますよ言うて別れましたよ。そしたらそんなええ加減な約束やから入ってへんで、そら思って、スケジュール見まして、昨日見たら入ってまね、ちゃんと釣りバカ西。私だけと違うねん、またお前も入ってんねん。またお前もどういうことや。お二人ともや、やったなおい。夢みたいな。夢やね。歯医者は嫌いやな。歯医者とか一番嫌いな、ほんまよ。虫歯になったかしゃあない言ったんかな。この前で虫歯と違うおばちゃんが座っとるから。おクレバちゃん、虫歯が痛そうやな、かわいそうやな、とか言って。あ、そうやねん、もう虫歯黙っといてな、思ってたよ。ほんで、私の奥歯取れたんや、もうかなわん、これ奥歯、ほら、ここ、これ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 
んな、小玉さん、奥歯大事にしや、一本ないだけでな、あんた何食べてもおいしないし、大ちゃんたしゃべりにくいといかんわ言うて、2時間しゃべりやがるな。あの奥歯って5時間しゃべっとるやろ。おかしいだよ、私も一回ね、頭痛って病院行ったよ。たまたまおばちゃん僕のこと知ったはって、いや、響さんちゃいます、そうですわ、しゃべるしゃべる、3時間しゃべるおばはんおるやろ。そんなやつはね。いやあんなことあるかよ。いや、あの時ね、ブワー喋るやん。いいけどな、3時間も喋ったら喉に通ってたまらんやないよ。そうやるけどな、喋った3時間も。おお、まあ、嘘みたいな話やな。嘘やがな。まだまだやまだまだ。それなんだ、おかしなこと言うおっさんがおんねん。あれは前言ってもうたな、鹿児島行きの飛行機乗っとって、あ、そう、まあ、トライ乗ってるおっさんが、いや、こだわった仕事でっかい、あ、そうですね、今日はまたどこまで行かありまんねん、鹿児島行きの飛行機乗ってんの、鹿児島行きまっとれ、あのわしがエチオピアやったらどないすんねん。一緒のとこ行くねやないかよ。それね、アホなこと聞きようやろ、お前。私も一回あったな、乗っとったらね、あのおばあちゃんいたはって、まあ、たまたま知ったはって、あ、ひびきさん今日どちらまで徳島行き乗っとんねん、どちらまで徳島に決まったんだ、アホやろ。そんなやつはないやん。いやあれびっくりしましたよ。鹿児島やないかい。そうそう、どちらまで、鹿児島、みんな鹿児島で行くねん。分かってる。途中下車なんかあれへん。そうそう、聞く一応あれへんやないか。そうやろ、俺も徳島行くときにはね、鹿児島やないかい。鹿児島行きの人に乗ったらみんな鹿児島行くの当たり前の話やないか。何言うてんねん。分かっとるわな。俺も徳島行くときにはね、鹿児島やないか。鹿児島に行きの飛行機は鹿児島しか行けへんやないか、お前は。鹿児島も徳島も一緒やろ。そりゃ別々のもんや。鹿児島と徳島全然違う場所やな。いや違う、そんなもんが一緒やて、お前小豆島がうろうろしようやな。そんなの無茶言われたら、あんた往生しますよ。